じゃあ問題解いてみますからね。このだけだよね。3と1を代入するでしょう。an プラス1は 3an たす1でやるね。1でやったときに、こいつとこいつを同じものに置くっていう特性方程式ですね。こうしとくと引き算すると、こう使えると。こういけると。三括弧 AN 引く α でいけると。α の計算は、これ解けばいいよね。マイナス 2α が1なんで、α はマイナス2分の1と。だからここにはまるのは、AN プラス1引く、足すか。足す2分の1は、三括弧 AN 足す2分の1。OK。ってことは、3がおるけね。AN 足す2分の1っていうのは、等比数列になります。初項は A1 が1なんで、A1 足す2分の1だから、2分の3ですと。だから、こうなるわけね。2分の3と。で、AN は、これに合わせればいいかな。これに合わせるんだったら、2分の1括弧、3の n 乗を引く1になるかな。大丈夫？間かかんない。一応書いておこうか。2分の3かける3の n 引く1乗を足す、引くか。引く2分の1になるので、で、いい？ということね。例えば、n が1の場合は、こうなる最大の径よね。で、例えば n が2だったときは、こうのときよね。で、考えたときに、A の1っていうのは、2分の1括弧3の1乗引く1だから1なのね。ってことは、これを満たしているので、B の1っていうのは1なのね。で、N が2のときはこれよね。N が2のときは、今度は A2 っていうのが、2分の1括弧3の2乗引く1だから、こいつが9になるので、4になるのね。ってことは、A の2っていうのは4だから、超えていってしまっとるわけね。2以下になる最大の径を求めなければならない。で、A2 ではないわけ。A1 なわけよ。ってことは、こいつも1なわけね。意味わかる？で、n が3のときは、こうならなきゃいけないわけじゃんか。3でしょ。3だけど、こいつ4だから、まだ a2 にはなれんわけ、ここは。a1 にしかなれないから、b3 も1なわけね。で、n が4になったときに初めて、こうなるんで、これが最大になるわけ。だから a2 だよね。だから k イコール2だから、B4 は2になるわけね。だけど B1 が1で B4 が2なわけよ。4よりも大き、え、小さい AK は何ぼですかって言ったらここだから。OK。ややこしいね、これね、ルールがね。で、今から求めたいのは、これを100まで続けろと言いたいわけね。で、全部足せと言いたいわけですよ。全部足すんですよ。今の流れでいくと、B1 と B2 と B3 は1なのね。で、B4 は今2なんだけど、どこまでに2かというと、また A3 求めるね。A3 は2分の1括弧3の3乗引く1なんや。これ27だから、26かける2、2分の1。13なのね。ってことは、
B5 言うて、ずーっと行って、B の12までは2なんや。OK。今ここまでで3ね。ここが、4から12なので、何個ある？数字が、4、4、5、6、7、8、9、10、11、12、9個あるね。9個あるので、9×2 で18だけね、今これね。OK。A4 は2分の1括弧3の4乗引く1。こいつが81なので、2分の1かける80で40ですね。ということで B の13から B の、39までは3です。で、こいつは今14個あるはずだから数字が。だから42ね。42。で、A の5は、3の5乗引く1。こいつ243なので、2分の1かける242で、121と。ということは、B の40からずっといって、100まででいいよね。100だけね。100までだったら、こいつ全部4ですってこと。4ってことは、今この4が何個ある？ 100 から40までだけ61個あるかな？ 61 個あるから、244ですと。で、あと全部足しなさいって言いたいんじゃないの？そうなると、こいつが60なので、こいつ240、247だから、合わせて307になると。だから、ここは307ですよって答えられるの。難しいね。一応 OK ですか？